沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV レディオ。はい、皆さんこんにちは。今日も始まりました第16回目。おお、ついにマトバ TV も第16回目いったんですね。第16回目のマトバ TV です。マトバ TV とはですね、 YouTube を使って夢や目標を持って頑張る人をお届け、応援していこうという番組なんですけれども、今回のマトバ TV はですね、プロデューサーでありパーソナリティであります僕佐久本健太郎からの重大発表があるということで、今回特別編でお送りしていきたいと思います。自分の番組なんでね、いいでしょ別に特別編でも。はい、進めてください。で、今回ですね、僕の人生史上の素敵なビッグなゲストさんが来てくれております。ではどうぞよろしくお願いします。はい、はい、登場してくれました。はいはい、続きました。はい、はい、じゃあこれヘッドホンつけて、はい、はい、じゃあご紹介を自己紹介お願いします。はい、プロデューサーの妻佐久本真理子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、アシスタントの石目です。はい、今日は邪魔ですか僕。いや全然、あ、大丈夫ですか。むしろ進めてほしい。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回の放送で、まあ、佐久本がですね、はい、まあ、結婚しますと言って、はい、まあ、本当にやっちゃったんですけど、あ、奥さんを連れてきて、はい、結婚会見をやりたいと。そうです、そうです。いうことで、はい、さすが YouTuber 身を売ってるもうね、本当にまあ自分のなんていうんですかね、こういったもう素敵なね、人生のまあ、なんていうか門出をぜひ YouTube に載せようと思って、ね、これ一緒に残るじゃないですか、記念残るし。うん、一緒に記念残るし。いいと思う。今日ね、セッティングがめちゃくちゃ多くて、はい、うん、カメラがね、いつものね、はい、倍1カメ、2カメで、なんかいろいろいっぱいあるからね。はい、ありがとうございます。完全なる嫁ひいきだね、ひいきも。まあ、いいと思う。もちろんね、だって、うん、それそうですよ、だってね、この日のために髪も切ってくれてこの日のために全部音響全部変えてるから、このために髪も切ってくれて、初公開、はい、もう世界で一番ね、美人な奥さんを僕はゲットしたので、もう本当おめでとうございます。はい、本当にもう、はい、みんなもぜひね、もう、はい、ありがとうございます。娘さんもおかけて、いえ、ありがとうございます。もう、席を入れたのはもういつ頃？9月13日の一粒万倍日の大安の日です。はい、転写日っていうね、本当にすごい素晴らしい素敵な日に入籍しました。はい、まあ結婚したんだね俺。中年やっちゃったんだね。大丈夫？はい。大丈夫？大丈夫大丈夫。ああ、じゃあそんな感じで、そう、進めましょうか。はい。じゃあまず提供の方お願いします。はい。じゃあ提供の前に、はい、今日のラジオ、マトバ TV はどういう風にしてお送りしていくかと言いますと、今回のマトバ TV ラジオはプロデューサー佐久本健太郎結婚したってを会見スペシャルということでお届けしていきたいと思います。はい、この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変える、ブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、私の方で、まあ、司会進行させていただきたいと思います。はい、まあ、今回ですね、まあ、新郎、まあ、佐久本健太郎と、はい、まあ、新婦佐久本真理子の括弧旧姓玉木括弧閉じの、はい、結婚記者会見の方を、はい、始めさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、台本通りありがとうございます。はい、司会進行の石見でございます。よろしくお願いいたします。はい、まあ、そこでですね、僕がもういろいろと、突っ込んでいこうかなと。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まあ、もともとですね、佐久本ちゃんと真理子さんの出会いをちょっとお伺いできればと思います。はい、まあ、はい、どんな感じで最初の出会いっていうのはあれですよ、まあ、石峰さんがちょっとこういう人とお茶するから、はい、お前も来ないかって言ってくれて、でそれで来たわけですよ。そうですね、そう、はい、それがきっかけだと思うでしょ。うん、だと思うでしょ。だと思うんですけど、それがまたね違うんですよ。これまた不思議な話。はい、僕ね、マリコさんとはね、4,5 年前かな。3年前か、うん、3年前ぐらいのイベントで出会ってて、最初で出会ってて、でその時に僕、あ、俺この人とこういう人と結婚したいなと思ったんですよ。うん、ほらすごい結婚できてるから
すごい、すごい、そういう考えたらすごい、すごい、ほんとになんかすごい、なんかすごい綺麗で素敵な人だなと思ってて、 でもその時は分からないんですよ、うん、でも同じテーブルに座ってたんですけど、うん、でもそんなに話することもなく、でじゃあ Facebook 一応交換して、じゃあねーっつって終わり、それだけ。でこれからね何年も音沙汰なくそのまま過ごしてたんですけど、うんうん、でそれが来る日、その石嶺さんがあの、まあ、なんか仕事を通してあの繋がった人がいるよって言って、うん、でなんか面白いからお前も話聞きに来いって言ってくれていたのが、あれあれあれみたいな、そうだね、久しぶりですねみたいな。自分もあの、まあ、もともとマリコさんとは別の仕事でちょっと繋がってて、うんうんうん、でその仕事の内容をちょっと作物さんに伝えるこうかなと思っていたら、作物ちゃん SNS で繋がってるじゃんみたいな、そうそうそう、知ってるみたいな、うんうん、ね、そんな感じだったもんね、うん、なんかもう本当に不思議な話もあるもんで、はい、ということなんですよ、うんうんうん、石嶺さんがキューピッド、そう、ペテン師ペテン師もう何でも、はい、あ、そんな感じのノリが一番やりやすいので、はい、あのこんな感じで進めさせていただきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、あのま、そもそも、はい、あの今日収録あると思って、はい、あの例えば僕が、まあ、マリコさんだったり、まあ、佐久間ちゃんのこの LINE のやり取りだとか、うん、っていうのをパーって見てたわけ、そしたらね、あの意外にね文章なかったというか、てか聞かなかったじゃん、はい、まあ、もうその辺はちょっとどうなの、ああね、でも今、はい、付き合い始めて7月の後半からとか、そうだ、俺マリコさんとメールし始めたの6月の半ばだったもん、すごい、出会って本当にもう何1ヶ月半ぐらいか、再会してか1ヶ月半ぐらいで結婚してますねスピードか、違うか、2ヶ月3ヶ月ぐらいか、だから付き合って1ヶ月半ぐらいでもう籍入れてます、すごいよねね、え、そうえ、もうあの俺もね、ここまで来たら佐久間ちゃんのこと心配しないで、逆にマリコさんは心配してる大丈夫だってえ、そこはどうですか、大丈夫ですか、大丈夫ですかね、大丈夫ですかねあのすごい、でも本当に自然な流れかなって思ってます、うん、はい、あの自然に本当に、はい、なんかお互いにこう過ごしてても安心できたのと、うんうん、あのなんか本当にタイミングが相まってね、なんか今があるなって思ってます。これ僕ね、あれなんですよ、最初にというか何ヶ月か前にこういう人と結婚したいみたいなのを書いてたんですよ、リスト、うんうんうん、あの本当に条件で、うん、あのま、年上の人でとか、うん、ちょっと美人の人でとか、なんか自分の気があってとか、いろいろこの書いてたんですよ、はい、何十項目、30項目ぐらいかな、リスト書いてて、でそれで具体的に書いてました、うん、うん、で書いてて、でそれでこういうこと書いてるんだよねって言って、それでマリコさんに話したら、あ、自分も書いてるよって言って話になって、うん、でそれで照らし合わせたんですよ、うん、そしたらなんかほぼほぼなんか2人のその条件が合ってて、うんうんうん、なんかこれすごいねってなって、あ、それはまあお互い同士のってことですか、あ、そうですそうです、だから僕も書いてたし、だからあのマリコさんも書いてたんですよ、そのリストを、でもあれですよ、マリコさん、YouTuber は入ってなかったでしょ、入ってなかったですね、うん、確かに、いや、それはもうプラスアルファな、あ、まあそうですね、いいこと、いいことです、ポジティブな言葉ありがとうございますマトバ TV レディオ、実際にプロポーズの言葉とかってあるんですかもうそれぞれ来ます僕、まだまだ、いつ、どこで、これまたエピソードがありまして、はい、はい、まああれですよ、どれですよ、僕からもちろん先にプロポーズをしたんですけど、はいはい、で最初に2人でちょっと指輪を買いに行って、で指輪を、うん、ちょっとサイズ調整が必要だったんで2週間ぐらい待ってくださいって言われたんですよ、うん、その時からで、まあ、8月中だったかな、買いに行った時、うん、でそれでじゃあ待って、じゃあ明日指輪が届くよってなった時に、指輪が届くよってなった時に、であの僕は思いがけずちょっと時間ができて、しかも指輪も早く出来上がってたんですよ、うんうんうん、でよしこれはサプライズしたろうと思って、うん、僕だけしれーっと指輪取りに行ったんですよ、うん、でその指輪取って夜眠る時に僕ポケットに忍ばせといて、うん、で朝起きるじゃないですか、朝起きる時のなんかホーンって鳴ってる時にちょっと左手ちょっとポンってなんとなしに取って ポッケから指輪を取り出してピッてはめたんですよそしたらその時に僕の中では
あのふいってはまる予定だったんですよ。しかも寝てる時にふいってはまる予定だったんですけど、かあの指がむくんでて、ちょっとむくんじゃいまして。撮ってるんじゃないですか。撮ってるんじゃないよ。むくんでてね。むくんでて、朝なんでね、やっぱむくんでて。で、あーってなって、はははははみたいな。そういう平和な朝を迎え、でちょっと一旦落ち着いて、あのじゃあちょっと BGM 消してもらっていいですか。BGM 消してもらっていいですか。はい。でプロポーズの言葉は、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に笑い合って、幸せに一緒に暮らしていこうね、ぜひお願いしますって。感動でしょ。はい、感動でしょ。おじいちゃんおばあちゃんになってもほろほろほろ、もうなんかもう二人見てるともうお腹いっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。あの結構あの僕の3人とかで、ね、食事行ったりとかするじゃないですか。はい、まあ昼も、まあ、晩飯もそうですけど、結構居酒屋行く機会が、まあ、でも作物は酒飲まんけどね。はい、僕は飲みません。酒飲まないけど、あの2人でもイチャイチャしてるさ、お前で。あの気づいてないと思ってるけど気づいてる。あ、テーブルの下で手つないでるところ。手つないで見えてるから。いいけどさ、バレてるんだって。ね、ね。あのそんなあのお二人なんですけど、あの、はい、夫婦円満の秘訣ってあるんですか。まだ1週間に夫婦円満の秘訣を聞くのもなんだと思うんですけど、夫婦円満の秘訣があれば、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。これもあのこれね、最初に答えておきたいんですけど、これ台本用意したこれ俺ですからね。石見さんが用意したのこれ。もう一点一本びっしり書いてあるからさ。映ってる？あ、映ってるね。びっしり。本当にびっくりした。今日やっぱりね、俺あの僕ら結婚するってなった時に、まあ、特に僕なんですけど、うん、なんかお前大丈夫かって、うん、周りにすごい心配されたんですよ、逆に、うんうんうん、そのなんかそのなんていうの、経済的なこととかじゃなくて、その出会って、うん、その付き合って、そのまあ要はスパンが短すぎねっていうこと、うんうん、まあまあそれはみんな言われるだろうね、うん、まあそうそうそう、うん、まあいろいろ心配してくれてたんですけど、うんうん、まあ殿本人よりもその周りの方がね、いろいろいっぱい心配してくれてたんですけど、殿、うんまあ、本人たちはいや全然もう結婚しかないでしょって感じだったんですけど、うん、で、まあ、なんでこれがその、まあ、もちろんいろいろあったんですよ、その結婚するまで、うん、お互いなんかやっぱ違う環境で暮らしているし、うん、まあ、やっぱ育った環境が違うので、うん、いろいろすり合わせる場面とかもあったんですけど、うん、やっぱり一番ですね、やっぱお互いは大切なことを、まあ、我慢せずに打ち明けて、そうやってお互いの気持ちをすり合わせていくこと、うん、やっぱり秘訣なんじゃないかなと思って、そういうミーティングというか、その家族ミーティングみたいな、まあ、2人でミーティングはめっちゃ持ってますね、はい、今でも、実際にね、あのたくもっちゃんが結婚しますと宣言した時に、はい、あ、まあ、もちろん僕もね、まあ、2人が、まあ、会った時から、うん、あ、まあ、見てるし、あの初デートも聞かされてるしあの一応知ってるから、まあ期間的なものもやっぱ早くねって思ったわけ、はい、やっぱりで、あのもうちょっと考えた方がよくねとはもちろん言ったけど、うん、でも、まあ、これが佐久本が言ってたのが、佐久本ちゃんが言ってたのが、あのこれ以上待っても、人生待っても、はい、あのこのマリコさん以上の人と出会うことがないと、うん、っていうことをはっきり言い切ったから、あ、こいつ大丈夫だなと、すごい、うん、っていうのがあったから、知らなかったです。それもそれで、あのじゃあそこで覚悟を決めてるんだったら、うん、じゃあ僕も応援しますみたいな感じで、うんうん、まあ、応援させていただいて、はい、あの、まあ、いろいろね、仕事だったりプライベートだったりお付き合いもね、あの一緒にさせていただきまして、はい、はい、ね、ありがとうございます。楽しいです。ありがとうございます。はい、なんか、本当に言っておきたいことある？え、もうこれ終わりなの？いやいや、この回。あのね、実はね、今ね、結構尺残ってるじゃん。いや、わかりますよ。わかりますよ、はい、もうまとまって意味をこれで終わるのかなと思ったあとはですね、あのやっぱお互い、うん、あれさ、そう、あれだ、朝ごはんを一緒にいつもやっぱ食べるようにしてます、うんうん、まあ、忙しくてもすれ違いでね、結構ご飯を食べる機会少ないんですけど、うんうん、朝ごはんは毎日、そう、毎朝一緒に食べるようにして、うん、なんかでも佐久本いつも朝早いんだね。朝6時か6時半に起きますよ、うん、はい、はい、何時ごろに食べるんですか。まあ、でその6時6時半に起きて、うん、2人で毎朝散歩するんですよ、うん、散歩したり、うん、あのちょっと海の近くに住んでるので、うん、あの海ちょっとバーッと泳ぎに行ったりするんですよ、うん、でそれで泳いで、うん、あのまあ、7時半ぐらいには帰ってきて、でそれが8時ぐらいに朝ごはんを食べて、今日どこに行くよみたいな、そういう予定をすり合わせて、うん、じゃあ夜は何時に帰ってくるんだねって言ってそうねって言って
じゃあ行ってくるねチュって言って行ってくるねチュってああああ進めよまあ新婚なんですよ、まあ、でも私俺もやってた、はい、やってた、やってた、やってた、新婚はね、やら石部さんもやってた、やってたよ今もなんか俺さ、うん、これさ今日昨日か嫁夜に、はい、まあ、佐久本の結婚会見やるということ話したわけで、うちの嫁も泣いちゃだから、はい、実際に俺何年くらい前に沖縄来たって話したら、はい、2005年に沖縄来てる、はい、で2008年に結婚してるから、うんうん、今2018年さ、はい、俺結婚10年目だと思って、あ、そうなんだ、びっくりした、そうですね、で気づかなくて、はい、結婚10年目だよっていうのを5回ぐらい言われた忘れてないよなって、はい、でまだね、結婚記念日はまだ過ぎて、もうそろそろかな、はいはい、なのでまだ過ぎてはいないので、うん、まだセーフだ、うん、おめでとうございます。もうその結婚記念日のね、記念のケーキはもう全然定期購入、吉野さんの、あ、そうなんですよ、先ほどですね、あ、いただいてるの、ありがとうございます、吉野さんありがとうございます、ありがとうございます、吉野さんありがとうございます、はい、ハッピーフィールドの福原社長ありがとうございます。そうなんですね、で、まあ、これは僕言いたい、はい、出来婚じゃない、え、出来婚悪いとは言ってないでしょ、何が出来婚じゃなかったなと思って、はい、だ誰が、俺が、あ、石宮さんが、あ、なるほど、なるほど、そうそうそう、僕らもそんな早くてお前らできたのかって言われるんですよできたのかって、いや、できてない、子供はできたよ、できる間もなく、わかんねえよ、でもまだ1ヶ月としてうん、まあいいや、どっちもよ、これさ、聞いていい、はい、マリコさんに聞いていいですか、あ、はい、金太郎のどこがいいのすごい、ズバリズバリどこがいいの言ってごらんぶっちゃけ、ぶっちゃけ、たくさんあります。やった。はい。そうなんです。とにかくなんかこうまっすぐなんですよね。だからなんかこう公的に言ってることとやっていることと本音の部分が本当に一致してて、ですごいピュア。ああ。そう、もう本当にピュアで、まあ、すごい、まあ、お人よしな部分もあって、だから本当に純粋になんか支えたいなって。思えたんですよ、ね、あ、マリコさんが、はい、支えたいなと、はい、そうですよね嬉しい、うん、でそれはずっともう一貫してるかな、うん、なんか、うん、じゃあちょっと逆パターン聞いていいですか、はい、佐久本に今度聞いていい、はい、マリコさんのここを直してここだ逆パターン、もうね、やばい、もう親父話聞いてたらもう俺もお腹いっぱいになるからそうね、そうね、ちょっと甘じょ、ね、しょっぱい部分をここは直してっていうところあるここ直してっていうところはね怖い、ね、お家にいるときにね、抜けた髪の毛を床の上にピッと落とすあのね、髪の毛ってこうなんかふるって落ちるじゃないですか、パソコンの上とかになんか作業してたら、ああ落ちたなってピッてやってゴミ箱とかにヒュッて僕落とすんですよ、ゴミ箱にちゃんと入れに行くんですよ、ゴミ、衝撃だったのがんって、ゴミ箱髪の毛だったらオンっつって床に落とすから、おおよよよよみたいな、あ、かわいいじゃないですか、それぐらいはね、ね、全然もう、はい、ゴミ箱あるよっていう、だってさ、俺が言うのもなんだけど、うちも10年いて仮面夫婦だから、はい出た、そう、仮面夫婦、本当に本当に、うん、うん、まあ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 いいや、じゃあ、いやいや、もうじゃあ次ちょっとゲスト呼んでくださいよ、石見さんの奥さん絶対嫌だ、絶対呼ぶ、絶対嫌だ、呼ぼうもうせめて息子ぐらいにしといて、うん、もうなんだったらうちら佐久本家と石見家のこの両家の、いやだいやだ対面して絶対怖いじゃあね、逆に聞きたいんですけど、今時間まだ大丈夫ですよね。まあ大丈夫。石宮さんから見て夫婦円満の秘訣って何ですか。あ、これですね。聞かれると思って。はい。用意してた。終わるぞ。はい。ありがとうございます。はい。ズバリ。はい。ズバリ言うわよ。相手を干渉しない。これどういうこと？携帯見ないとか。携帯見ない。うん、俺も嫁の見ないし。はい。嫁も俺のファッと言ってても見ることはないし。いや別に何もしないよ。うんうん、何もしないんだけど、うんうん、やましいことも一切ありません。はい、ないですよね。でもお互い見ないよ。まあそこプライベートゾーンだからね。うん、たまになんか誤解を招くような、はい、その文字とかってあるじゃん。うん、それってなんかもう相手を疑ってることがもう時間の無駄。はい、もう無駄無駄無駄。だからもうその辺はお互い干渉しないっていうのはやっぱあるかもしれないですよね。うん、はい、信じてるからこそってことですよね。うん、石原さん、はい、何だかんだ言ってめちゃくちゃ愛情深いし優しいから、
ねえ、ちょっとテレ朝なんですよ ね、 ちょっとね、あ、そうなんですか。そういうことにしましょう。はい、じゃあこれはじゃあちょっと僕らも、うんうん、あの肝に銘じて、はい、あの先輩からの一言ということで、はい、あのぜひ刻んでおきますね、はい、前も話したんですけど、はい、あの別れた時もちゃんと会見しますもん。呼ぶからさ。わーすごい。それすごい。離婚会見そこもちゃんと責任取ってねみたいなやつ。責任と、まあ、それをちゃんとやってもらうっていう前提で今日収録してもらってますね。あ、なるほど。それいいですね。もう、面白い。もう逃がさねえ。それ面白い。はい、同席の上で。わかりました。はい、いいですね。ぜひやってもらいましょう。そこもぜひね、やっていきたいと思います。やっとダメだよ、やっとダメだよ、やらないからやらないから。もうちょそろそろエンディング近いんで、うん、あの最後の質問なんですけど、はい、これからどういった夫婦を目指されますか。あ、もうね、さっきもあの僕言ったんですけど、はい、まあ、本当にね、いくつになっても30年経っても40年経っても、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に手をつないで散歩しながら、なんか今日はいい天気だねみたいな、あのちょっと笑顔が一緒にニコニコ笑っていれるような夫婦でなっていきたいと思います。ありがとうございます。マリコさん何かありますか。であと、これもあの付き合うきっかけになったのが、一緒にいることで、あの、まあ、お互い仕事を通してだったりとか身近な人たちになんかさらにね、なんかパワーアップしてこうなんかお役に立てていけるような、なんかそういう、まあ、夫婦、あのカップルでありたいなって、パートナーでありたいなって思ってます。うん、それはもうずっと一貫して、だから今日も別におのろけ会見じゃなくって、あのできればね、なんかそういう感じでこういろいろね、はいはい、こうインスパイアされ、ね、していただける方がいたらいいなと思ってます。うん、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、もうそろそろエンディングいってもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。的場 TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回は特別編ということでお送りいたしました。はい、また次回も的場 TV お会いしましょう。じゃあいきますよ。はい、奥さんよろしいでしょうか。はい、はい、あ、何回目で行くんですか。もう全部で行きます。せーの、マットバイバーイ。マトバ TV レディオ。